小田さんのボス座というのはオスのイメージするかと思われるんですが、実は和奥星座の世界ではオスよりメスの方が力が強い、完全女社会だ。そのためですね、今ここにいるこの真ん中の子、名前をレースって言います。この子がですね、この船のリーダーです。夏の無職では今のところ繁殖等は、行っていませんので、今はメスの個体しかいません。自然界ではマダガスカルという国に住んでるんですけども、そこでは実は数が少しずつ減りつつある絶滅危惧種といわれる種類なんですが、動物園で飼育されているワオクセザルは非常に繁殖がうまくいっていまして、動物園ではですね、たくさんの個体がいます。でうちでもですね、今5頭いて、またね、うちは全部でこの5頭を展示して、でまた神戸動物王国っていう、うちの島園の方にはですね、たくさん15頭以上ですね、あちらの方にはたくさんいてですね、非常にたくさんいます。なのであまりにも増やしすぎてしまいますと、面倒が見切れなくなってしまいますので、今うちでは繁殖を行っております。大沢さんですね、手に持ってリンゴをこう食べてくれてはいるんですが、これ我々と同じように指に白髪を持っています。はい、そのためですね、しっかりと手に持ってご飯を食べることができます。でまた非常に木登りが得意でですね、とても運動神経が強い高い大沢さんになります。足に注目してみてもらいたいんですが、足をですがですね、親指と人差し指が大きく離れたマジックハンドのような形をしています。そういった形をしているので、しっかりと木をですね、ガシッと掴んでですね、木登りになるように役立つんです。で近くにいるのはですね、大体噛んでるんですが、この時期はちょっと魔法つけたりとしてはですね、結構厳しい季節ともなってきてあったかい動物なので、あったかいところが大好きで、実は暖かいのにすごく強いと思われがちなんですが、実はこういう熱帯の動物は実は熱射状になるんですね。実はどちらかというと寒いすぎるよりかは暑すぎる方なので、とっては大変です、ね、毛がもぞもぞしているのは強い日差しから身を守るためだと言われているんですね。ものすごく密度の、ね、高い毛が生えています。